死んだはずの緑がリコと同居。では殺されたのは誰？衝撃の事実判明。今夜、彼女たちの犯罪、第8話。俳優の深川麻衣が主演し、前田敦子、石井杏奈が共演する読売テレビ日本テレビ系プラチナイト木曜ドラマ、彼女たちの犯罪、毎週木曜51時59分、第8話が、今日7日に放送される。今回は、10分遅れの深夜0時9分スタートとなる。ルパンの娘、忍者に結婚は難しい、などの横関王子の同名小説を実写化。愛を求めるアパレル企業勤務、日村真由美、深川、自由を求める専業主婦、菅野ゆかり、前田、正義を求める新人刑事、熊沢雅子、石井、普通の幸せ、を追い求める三人の人生が、一人の女性の失踪事件をきっかけに思いもよらぬ方向へ進んでいくストーリー。前回の第7話では、大学時代のリコと智明、舞熊克也の出来事が明らかになった。真由美は絶望したが、もう引き返せなかった。一方、リコのパソコンには DNA 型の鑑定結果のメールが届き、玉名緑、佐藤穂奈美と一致しないことが判明。遺体はゆかりでも緑でもなかった。殺されたのは一体誰なのか？その後、体調を崩したリコを上原、野間口徹が自宅まで送り届け、玄関で迎えた小学生の大輔、高木春は、お母さんを送ってくれて、ありがとうと上原にお礼を言い、扉を閉めるのだった。そして、大輔が、お姉ちゃん、刑事さん、もう行ったよ、と声をかけ、部屋の奥から現れたのは、なんと水だった。第8話あらすじ。いつだってままならないのが人生。計画通りにはいかない。あの日、死ぬはず、だった緑は、リコの部屋で暮らしていた。捜査本部では、脇屋、鈴木康介が、伊東で発見された遺体とゆかりの DNA 型が一致しなかったことから、ゆかりの自殺に見せかけた別の人間による自殺、もしくは他殺と考えられると説明していた。同時期に姿を消している水とも DNA 型は一致しなかったが、遺体の発見以降、水名義のカードがたびたび使用されていることが判明。ホテルのスイートルームに滞在していたことも分かった。そんな中、人目を気にしながら、血のついたあの女の私物を捨てに行こうとしていた真由美の元にやってきたゆかり。宿泊していたホテルに警察が来て、行く場所がないという。ゆかりは一緒に自首しようと提案するが、真由美は、勝手なこと言わないでください、と後戻りができない覚悟を伝えるのだった。ゆかりの、秘密、に気づいてしまった上原は、彼女の母親を訪ねていた。ゆかりと思われていた遺体が別人のものだと分かったと告げると、上原は衝撃の事実を知ることになる。